お主、その腰のものは旅ではなかろう。さては、お主も赤を狙ってきたのか。なんじゃ冷たいの。さあ、目的は一緒なんだ。そう冷たくすな。黙れ。なんだ、喋れるのではないか。なかなかやるではないか。名は？影郎、日の本の浪人だ。なるほど。赤を打ち名を上げに来たか。主は？俺の名は穂村、火の国一の盗賊よ。なあ影郎、お主は名を上げに来たのだろう。わしはな、奴の財産手に入れば何もいらん。どうだ、手を組まぬか。断る。なぜじゃ。二人で切ったとで名は広まらん。そこは俺がどうとでもする。どうだ、俺は財産手に入れば何もいらん。盗賊無勢がよく言ったものだが。おい、ついに見つけたぞ、赤！死ね！なんじゃ物騒なやつじゃのう。なんだぞ。さすが赤、簡単には倒せないか。貴様何を言っている。どちらが赤だ。俺の名は赤月、赤を討たんとするものだ。いざ実際に。おい、何をしている。俺は赤ではない。何、しからばお主が。俺も違うぞ。何、お主も赤を狙ってきたのか。そうだ、赤を打てば当主になれると言われてな。俺は火の国第三当主筆頭候補赤月じゃ。どうだ、驚いたか。三代目筆頭当主、何を言っている。火の国三代目当主は新たに決まった。何だと。大体そんなところか。何も調べずに来るとは。お主アホか。用がないならそっと帰れ、邪魔だ。お前らバカにしよって。お前たち、私に赤を打たせたくないからとはぐらかそうとしてもそうはいかんぞ。そんなんじゃなくて、私が当主となるのだ。俺が。待て！
ここは神聖な場所だ。静かにしていろ。